い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。今回はこのようなフレンチスリーブの T シャツに袖丈をプラスしていこうと思います。で、たまたまこれ今回はこちらの糸がちょっと色が似てたのでこの糸を選びました。この糸はダイソーさんのレーシーヤーンの糸になります。これを使って左右袖をつけていこうと思います。まあ、ご家庭に似たようなものがあったらやってみられてください。かぎ針は2号を使っていきます。そして最初のこの部分の作り目でスレッドコードをやるのでこのようにアタッチメントを使います。でこの模様は6目一模様になっていて、この間は5目で6目目ですね。で、長々編み、鎖、長々編み、鎖3目、長々編み、鎖、長々編み、この構成でずっといっています。ですので立ち上がりは4目になります。この間が5目、ここが1目、6目一模様になります。編み図を書くほどでもないので口頭で申し上げました。で、こちらの長さとしたら、こちら T シャツの袖があったらこちらの方がちょっと伸びますので、伸び分も少し考慮してだいたいここに合うようなサイズに持っていってください。で、こちらの作り目は一模様が6目なので6目かけるこの長さ分で端が1目ずつプラスになります。で、それを平たく編んでいきます。往復編みで編んでいきます。で、この前は8段編みました。で、8段編んだらここをつないで輪にします。大体の流れとしたらそのような感じになります。そしたら作り目から始めようと思います。参考までにこの幅が102目プラス2目、左右の2目で、こちらが輪にした時に18センチなので36センチになっています。このサイズはもしやろうと思われる方があったらこの長さに合わせて作られたらいいと思います。はい、そしたらこちらの糸で見やすいようにやろうと思います。この作りたい幅の4倍の糸を避けます。これが今輪になっているのでこの 2本にしたこの4倍になります。4倍を避けます。はい、4倍避けたらここからスレッドコードの作り目を作っていきます。先編み方式でこの紙留めゴムでアタッチメントにしています。最初は普通の作り目の準備留めを1目作ります。そしたら糸端が手前、糸玉が向こうでこのように三角になるように持ちます。そしたら最初の1目と
あと6の倍数で作っていきます。はい、これで長さ分編んだとします。そして最後にもう一目入れます。はい、そしたらこちらに編んでいくので、まず立ち上がり1目、これは端になるのでこのまま4目いってもいいです。これでもいいです。でもう一つの方法としたら、1目鎖を編んだら最初の目に細編みをして、これを1目と数えて2、3、4目、これでもいいです。はい、そしたらここから今度は1つ2つ開けて3目目に長々編みをします。鎖と鎖の間を割って入れていきます。長々編み鎖、鎖3目、同じところに長々編み鎖、同じところに長々編み、そしたらそのまま2回巻いて、ここから1、2、3、4、5目開けて6目目に入れます。鎖、鎖3目、鎖長々編み、はい、そしたらまた2回巻いて1、2、3、4、5目開けて6目目、長々編み鎖3目、長々編み鎖、長々編み、はい、そしたら2回かけて2目開けて立ち上がります。ちょっとここ一目多かったんですけど角に持っていきました。はい、こんな感じになります。そしたら4目立ち上がって反転して2回巻いてこの下の鎖3目のところを束にすくって、同じように長々編み鎖を編んでいきます。
い、これでずっと繰り返していくとこのようなものができてきます。そしたらこちらの往復編みで編んだものを縁を編んでいこうと思います。こちらが8段ほど編んできました。でこれに縁編みをしていきます。縁編みは鎖2目と細編みを繰り返しています。この間は鎖3目にしてると思うのでちょっと編んでみます。希望の幅段数ほど編んだら1目立ち上がって反転します。で細編みします。そしたら鎖2目この長々の間を飛ばしてこちらのところに細編み、鎖3目細編み、鎖2目この間ですね、ここのところに細編み、鎖2目細編み、鎖3目同じところに細編み、鎖2目、はい、こちらの逆三角のところに細編みを入れます。はい、これで縁編みをしていきます。はい、端まで編んできました。最後の鎖3目と細編みをして2目鎖してこちらの最初のところに細編みをします。そしたらこれを閉じていきます。で今こちらを表とすると中表にします。そしてこちらの方から今編んできたこの糸を抜きます。そしたら鎖1目してこれ4目で立ち上がっているんですけど緩めの鎖1目と引き抜きでいこうと思います。鎖1目この立ち上がりの間に針を入れて向こう側も間に針を入れて引き抜きをします。そしたらもう一回引き抜きを緩めにします。次の立ち上がりとこの立ち上がりで引き抜きをします。でもう一回引き抜きします。この感じで引き抜きをしながら止めていきます。引き抜きをするときは糸1本だと弱いので2本すくって引き抜きをしてください。引き抜き手前と向こう引き抜き手前と向こう、このような感じで突っ張らないように気をつけて端まで閉じていきます。はい、端まで閉じてきました。余裕があるか突っ張ってないか確認してください。そしたらこれを一旦
玉留めしてしまいます。糸をくぐらせて留めます。そしたら今度は今中表になっていますので、こちらの縁を編んでいこうと思います。このまま糸を続けて使います。で、今回は比較的シンプルにいこうと思うので、こちらの端でしたのと似たようにちょっとだけポイントが出る程度で編んでいこうと思います。そしたらこちらのつながった方の糸をこちらに持ってきます。この編み目の間から取って一目立ち上がります。そしたらポイントとして、こことこの間は何かあった方がいいので、立ち上がったところにまず細編みします。鎖2目と鎖2目したら、次のこの模様の根元に細編みします。そして鎖3目、同じところに細編み、鎖2目、そしたらこのスレッドコードの5目の中心のところに目を取ります。はい、そして細編みします。鎖3目、同じところにもう一度入れます。で、これは一目入れてピコットでもいいと思うんですけど、今回は細編みを入れます。鎖2目、鎖3目、鎖2目して細編み、鎖3目、はい、もう一回同じところに細編みします。こちらが鎖3目のところをピコットにして細編みなしでも大丈夫ですが、今回はこの方法でいきます。渡りは鎖2目、その間のところはスレッドコードの作り目の間を割って細編みして、鎖3目して同じところに入れます。はい、でこれ割るのはこのピコットの位置がずれないようにするためです。鎖3目のピコットをずらしたくないので、このようにしています。で、シンプルな模様にして一周編もうと思います。はい、もうすぐ一周編み終わります。鎖2目と細編みして、鎖3目したらもう一回細編み、鎖2目、でここがもう最後のとこになりますから、この立ち上がったところの一つ手前というか隣に入れます。細編み、鎖3目で最初のところに立ち上がった細編みに引き抜きをします。で、今ここが手前で取ったので、ちょっと隙間が空いたので、細編みの位置を同じところに入れようと思います。ちょっとずれるんですけど、はい、これで整いました。
にして、こちらが袖付け側ですが、これで表に返します。そしたらここが裏から剥いだ部分になります。そしてこちらが袖口の方になって、今からこのように閉じ付けていきます。そしたら今回はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。またお会いしましょう。